開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田和孝です。今日はですね、決めると叶うというお話をします。先週海洋冒険家の白石浩二郎さんのお話をしましたよね。ついに世界一周ヨットレースの最高峰バンデグローブ出場が決まったんですってお話しましたよね。実はこの日、私にとっても大きな記念日になりました。それは私の夢がまた一つ叶った日だからです。6年前初めて白石さんの講演を聞いた時、ほんと衝撃を受けましてね、最後涙が止まらなかったんです。あのがむしゃら応援団と出会った時と似てますね。なんて言うんでしょうね、こんなかっこいい生き方をしてる人がいるんだって思ったんです。白石さんは別になんか高い志を持ってこの世の中のためにとか未来の子供たちのためにとか、そんなんじゃないんです。ただ自分がやりたいことを本気で追い続けてるんです。でもその姿が結果的にめちゃめちゃ世の中のためになったり、子供たちにとって大きな希望の星になったりしてるんです。で、心の底からこの人を応援したいって思ったんです。で、その時決めたんです。この人をもう一度世界一周のヨットレースに出場させると。それが私の夢になったんです。これはですね、白石さんのためにとかじゃないんです。自分がやりたかったんです。だから決めたんです。絶対にこの人をバンデグローブに出場させると。もちろん私一人の力でそんなことできませんよ。できるわけないじゃないですか。でも気持ちだけは俺が出させるという気持ちです。つまり自分にできる、考えられる応援を全てやるってことですよ。後で後悔なんてしたくないですから。で、昨年の10月10日には白石さんを応援する会をやりました。その時はがむしゃら応援団も応援に来てくれたんです。講演でもこんなすごい人いるんですってたくさんの人に伝えました。メルマガやフェイスブックでも応援しまくりました。そしたら叶ったんです。私の夢が叶ったんですよ。白石さんをバンデグローブに出場させると決めたからです。決めると叶うってそういうことです。それではまた来週。ひらかずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。